い、こんにちは。札幌占い美容室早流しの後藤です。今回は結構ねブリーチをしていこうかなと思うんですけど、赤みが結構強いんですよね。で、抜けても綺麗な色にしたいということなので、ピンクにしてちょっとハイブリーチをしていこうかなと思いますが、大丈夫でしょうか。いいですかね。はい、はい。アディクシーのハイブリーチと、ローブリーチですね。まあ、ネープのところフェイスライン傷みやすいので、その部分はローブリーチ使って、あと他の部分はハイブリーチ、これね2つ塗るだけなんで、まあ、特にメイクはローブリーチを塗ります。ちょっとあの濃いめの方が早くリフトするのでそうしてます。まあ、最終的にオキシたくさんで薄めたとしても、まあ、時間経てば、ね、同じような感じになるんですけど、まあ、時短の場合は結構濃いめでいきます。はい、次はここから顔周りのところを取って、公務員なのかな、やっぱり結婚ってなったら公務員なんですけど、ね、どう、やっぱさ時間がさちゃんとあってさ、それなりに支給料もさ高いんでしょ。大体旦那さんどれぐらい年収があったらいいんですか。まだ若いか分かんないかもしれない。あるそう、みんな知りたがってるなやと思って、どれぐらいなんだよ。500万円ぐらい。500万円はもうキープしてほしいっていう感じ。飲み物、うちのお店の飲み物、夏の飲み物なんですけど、かわいい、かわいいですねこんな感じでカクテル風なものが、はい、ちょっとこれどうぞ。あ、これ ストローちょっと今コロナの関係で僕触れないのでご自分で、あ、混ぜないとね、ちょっと舌甘いんですよね。ちょ、内容は企業秘密です結構おしゃれでしょ、それ。なんか見た目が、それなりに。どう？あ、美味しいです。美味しいでしょ、うん、っていうことですということで、はい、今ね、ワンブリーチして流してきたところなんで、これから2回目のブリーチを入っていきたいと思います。1ヶ月前ぐらいに染めた赤系のカラーがちょっと出てるのかなって気がして、結構赤みが残っております。はい、同じようにブリーチの難しいところはね、塗布量で本当に、まあ、こんな感じで、ブリーチが終わりまして、またちょっと時間をですねこれで置きます。はい、じゃあ流しますよ。首大丈夫ですか。はい、アプリケーターに、ムササビジェルを、10%、 あとお湯です。はい、でちょっと早めに作っておきます。ちょっと粘土がね、ちょっと出てくるので、まあ、すぐ使ってもいいんですけど、ちょっと時間を置いた方がいいです。安定してきます。なので、ムササビジェル 10g の、パウダーに、100の水、お湯ですね、お湯入れたって感じですね。それで一回ね、ちょっとpHを整えていくっていうのと、あとトリートメント効果ですね、システインとあとはタンニンですね、タンニンが入ってまして、このムササビジェルが、これで一回ちょっと毛髪を状況を整えていきます。で、ムササビジェルつけてからやるとこうね、結構つるっと質感が良くなるので営業とかだとあんまさ、ほんとたまにしかできないっていう、本じゃ詰まっちゃいますからね。根元の薬あんまり伸ばさないでもらいたくて、根元の薬結構暗いんで、伸ばさないでください。で、毛先のさっきシャンプー台でやったんで、今度は席でね、もっとしっかりなじませていって、それから、根元のところをもう一回塗っていきます。乳化ね、結構見えるかな、鏡が